なんで池ポポイさん止めるまで待ちましょう。ちょっとこのスターを取ってしまうとね、今までの道のりが全部あ、いや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 あ、まあ取ってしまったものは仕方ない。こんな感じでスターを取っても89枚のままじゃないですか。でタイトルも8レッドイン、8レッドインレッドコインズっていう、もうね赤コインのスターでもないですしっていう、そんな感じなのでやり直していきましょうか。うわ、なんだろう、なんかモヤモヤするデスカウンターは増やさなくていいですよね。まあやっていきましょうか。まああそこの足場に乗る必要があったんですよね、うん、あそこの足場に乗る必要があったんですよ、申し訳ない。あそこの足場に乗っていかないと次の足場にたどり着けなかったんで、そのためにちょっと乗ってしまったみたいなところがあるん でポポイさんに投げられてスター取ってしまったのは完全に運ですね。運っていうか運が悪かった。ただ単にもう一回先ほどの道のりねお見せしなければいけない、動画がグダグダしてしまう、そこら辺は本当によろしくないことだと私は思いますよ。さあやっていきましょうか。今度はじゃあマグマに当たらないように壁キックうまいこと駆使しても完璧なプレイングを見せましょうか。とここら辺のね溶岩にね当たらないようにちゃんと壁キックを駆使しながらこういう風に渡っていくのが正規ルートですので、よしやっていきましょうか。ここのホルヘさん微妙に怖いんですよね。今みたいな感じでマリオさんが崖つかまりするところを狙ってくることがあるので、いやまあホルヘさんもそういう意味で雇われてるんでしょうけどね、マリオさんを捕まえるためにねクッパさんが雇ってるんでしょうけどね。落ち着いて、ただホルヘさんのおかげでなんかショートカットできるみたいなの結構ありますよね本家でも。そう考えるとホルヘさんってなんか敵なのか味方なのかよくわかんないところではありますよね。であそこのポポイさんが動き止めたタイミングくらいで行かないと、いやまあ行ってもいいんですが安全にね、安全に行きたいんでデスカウンターをねなるべく一桁以内に収めたいっていうのが毎回の目標ですので、なんとかそれを満たしていきたい、その目標を満たしていきたい。で先ほどは、あそうですね、先ほどこのマリオのイラストを見て来たんでしたね。でどっちでしたっけ、あっちか、あっちに行きましょうと。危なで先ほどはあそこのスターを間違えて取ってしまったと。いや間違えてというよりかは完全にポポイさんのせいなんですが、先に説明しておきます。あそこの足場に乗っ、あのポポイさんのいる足場に乗ってから幅跳びであそこに行きたいんですよ。ここからだと直接は届かないんですよ。壁キックすればなんとか届くんですが、上に乗れば直接乗ることができるということなので、こうですね、こう行くことでここに直接乗ることができると。でポポイさんが待ち構えてますが、スルーしてこの炎もスルーしてここに行きましょう。暑いですね、まあいいでしょう。でこの特別な部屋に、特別な部屋に来ることができましたと。今回はそうですね、9の1のスターは多分グダグダすると思うんですが、グダグダの原因がここともう1箇所ですね。で多分ここめっちゃグダグダします。なんでかって言ったら、ですね、ここの部屋の中のこの溶岩あるじゃないですか、この溶岩を当たりに当たりまくっていって最終的にあそこのくぼみのところに行こうというところなので、そういうスターなのでちょっと難しいです。でこのでっかい箱、このでっかい箱もうマリオさんすり抜けてますが、これを壊すとなんとメタル帽子が現れると。このメタル帽子を駆使して溶岩に当ててしながら芝渡りをすることで、まあ、この縁をこの縁を渡っていくことで最終的にあのくぼみのとこまで行こうじゃないかと、そういう感じのスタートになっています。でこのままだとメタル持たないので、ここに途中にこういう地点がある。危ない危ない危ない、この箱地点がありまして、この下の箱壊しちゃうともうここのスター積んでしまいますので、壊さないようにメタルだけを壊してやっていきましょう。でそして落ち着いてここから幅跳びを出して、あそこのくぼみですね、あそこのくぼみに、あそこのくぼみに乗った、オッケー、うわいくぼみから出るとねあいつが待ち構えているんでね、でよしここまで来ましたよと。であそこにスターがあるじゃないですか、やったこれで9の1クリアだって言いたいとこなんですけど、あれも偽物です。このコース偽物のスターが多すぎる。であれは偽物でこっちに行きましょうと。で、あ、なんと土管がある。これはもしかしたらこの土管に入ったらスターにつながる道があるんじゃないかと思う方いるかもしれませんが、ここの土管に入るとスタートに戻されてしまいます。でスターがどこにあるのかというと、ここの上にくぼみがあるじゃないですか、この上にあります。でもちろんここからマリオさんが例えばこういう風にワン、ツー、スリーと3段ジャンプしても上のくぼみには全然届きませんよと。で炎吐く敵もいますね。なのでこの土管の縁を使って3段ジャンプをしてあそこのくぼみのところに乗りましょうと。
いう感じですね。で、間違えて土管に入ってしまったら、もうその時点でスタートに戻されてしまうんで、先ほどのあのメタルとかのあの道のりを全部繰り返しです。繰り返しというかやり直しです。なので慎重に行きましょう。で、今みたいに3段ジャンプ勢いよくやると頭をぶつけてしまいますし、逆に3、あ、ちょ、危ない、逆にその3段ジャンプをこういう風になんか勢い殺していくと全然届かないと。なのでここら辺の微調整、あ、熱い、今みたいなやつの微調整が重要になってきます。どれだけうまいこと微調整していけるか。いったれ、あー、ダメだなので今回は多分ここでグダグダすると思うんですね。裏で練習した時ここだけで5分くらいやっていたんで、本当微調整が必要なんですよ。本当にここは本当に制作者に訴えたいところですね。もうちょっと簡単にしてくれとOK、 あー、ダメだ、今のでもダメだと。今みたいな感じで3段ジャンプから壁キックを出さなければならないと。壁キックをしてて最終的に上に登ってってスターを取ろうという感じですね。いったれ、いやー、ダメかいやー、これはグダグダの予感、倍速の予感で、炎に当たらなければこれを無限にすることができるので、炎に当たる、 OK、 来た、 OKOKOK、 これでスターを取ることができますよと。よし、スムーズだったな。土管の中でイエイと手だけ出てるというわけで急の位置クリアしました。思った以上にグダグダしなくてよかったです。というわけで。